これがラフの剣木？初めて見た。お前、運気軍じゃなかったのか。運気軍だからってわざわざ剣木を見に行ったりしないよ。それに私はラフに来たばかりだし。妖精にある樹花の跡は月なんだよ。ラフのより綺麗だと思うな。剣木はとっくに枯れたと聞いていたけど、どうして急に成長を始めたんだ？性格のせいです。これ以上の説明は必要ないでしょう。一刻も早く獣王市に戻らなければなりません。私は怪我をしていて満足に動けないので、皆さんも同行してください。精査の渡し場さえ見つかれば、あとは自由に行動してもらって構いません。仕方ないか。ラフにいる人はみんな獣王市の任務に協力する義務があるんだもんね。先ほど幽州国の影絵図名簿と照らし合わせましたが、一致するものはありませんでした。
すぐそこに行くだけなのに、ここまで紆余曲折を経ることになるとはね。これで僕たちは獣王子の人間になったわけだけど、何か思うところはあるかい？うん、いい返事だ。僕は、部外者でいることはできないだろう。先を急ぐためにも、早く精査の渡し場を見つけて、この獣王子の判官を送り届けよう。ごめん、獣王子に呼ばれたら運気軍の私は答えるしかないの。それが規則だから。また無口くんに時間を取らせちゃう。よし、こうしよう。あんたたちを無事に送り届けたら、私が美味しいものをおごってあげる。じゃあこっそり抜け出して安全な場所に隠れてて。この子を送ったらまた探しに戻ってくるから。その考え方よくないよ。今のラフは危険なんだから、あんたを一人にして安心できるわけないでしょ。うん、やっぱり一緒に行動しよう。私に続く道はこちらではないはずですが。初めてなんだよね。いつもどんな仕事をしてるの？長命種の寿命と魔音の実に関することです。あ、それは確かにあんまり見ない方がいいかも。ええ、その通りです。私に続く道はこちらではないはずですが。みんな気をつけるんだ。してない一般人がいるんだろう。よし、この公主領、命を惜しみ死を恐れる人間ではない。構造士の安全は今や俺にかかっているんだ。お前は自力で逃げるんだ。運気軍が来ない以上、この老いぼれが状況を打破するしかない。おじさん、英雄ぶってる場合じゃないよ。
ちょっ、サイちゃん、お前なんで喋ってるんだ。誰が子犬だって。ああすまんお嬢さん、こいつに声なんかインストールした覚えはなかったんだが、つい。おい、どうしてまだ人がいるんだ。弟子たちも逃げて、今の構造師には俺しか残っていない。お前らも早く逃げろ。さっき言ってたよね、運気軍が来ないって。私は運気軍なの。ほら、ちゃんと来たでしょ。構造士の問題は私が何とかする。だからおじさんは私たちと一緒に行こう。ダメだ、俺は工場だ。ここの留守を預かる義務がある。最終手段を使うしかないみたいだね。おじさん、自分で動くのと私の後ろにいる白い服の人の白い箱の中に入れてもらって運ばれるの、どっちがいい？ああ、その線香一本分考える時間をくれないか。今すぐに決めて。運気軍のお嬢さん、どうして将軍はお嬢さん一人しかよこさないんだ。今回は被害が広がりすぎて運気軍の手配が間に合ってないの。安心して、おじさん。おじさんは私が守ってあげるから。少しで出口に着く。護送してくれて助かった。ここで解散しよう。あと少しなのに私たちと一緒に行かないの？人は誰しも職責というものを負っている。構造士に入った日から俺は一日も怠ることなくここの機器の動作を世話してきた。今日も同じだ。弟子たちが避難したのは当然のこと。自分の先生が死を恐れているところなどあいつらに見せるわけにはいかない。ここまで来れば十分だ。俺は今から構造士のためにできることがないか探そうと思う。おじさん。お嬢さん、もういいんだ。俺だって命は惜しい。無茶はしないと約束する。だから早く行け。人は誰もが職責を負っているものです。行きましょう。どうした？任務があるんじゃなかったのか？残念だが俺はいけない。どうにか方法を見つけて市内の問題を解決しなければ。
あいつ通してくれそうにないね。大声で叫べば驚いていなくなってくれるかな。どう叫んでもあれをどけるのは無理だろう。今の構造士にはサイちゃん以外に命令を聞くからくりはいないんじゃないかな。じゃあどうするの？簡単なことだ。言うことを聞かないのなら倒せばいい。無口くんってそんなに暴れん坊だったっけ。とにかく一緒に行くよ。気をしっかり持たないと。おやすみ、ダンス、戦闘準備。誘ってないけど。それ。ほら。まだ来い。お薬の時間よ。私が守る。ふん。礼儀がなってないわ。それ。クモ。お願いだから上がらせ。お願い。やった。上がり。平気よ。悪い子よ。おやすみ。誘ってないけど。考えても無駄。おほら、クモ。様は仲間と一緒に行動しないんだね。獣王士の半眼は常に単独で動き、それぞれの使命を遂行しています。それにしても私には妹がいるのですが、あなたを見ていると不思議と彼女のことを思い出します。孔子先生、どうして中に残ったりなんか。立ち去ったら卒業できなくなるかもしれないだろう。お前も見たよな、構造紙のあちこちに生えてたあれは何だ。誰かが育てた盆栽が暴走してるのか。構造紙で大問題が起きてるのに逃げられるわけないだろう。ねえ姉さん、あの狂った植物を銀人の材料にすれば部品が破損する心配もなくなると思わない？それよりも私たちが明日も生きていられるかどうかを考えた方がいいと思うわよ。キャッチソル？見たこともない光学材料が目の前にあるのに？ここで立ち去ったら研究する機会がなくなるかもしれないじゃないか。バカな弟弟子には構わなくていいわ。彼が弟弟子が逃げようとしないのに私一人で逃げるわけにはいかないでしょ。
皆さん、精査が見えました。剣木の再生は多くの災いをもたらすに違いありません。運気軍は剣木に隣接する探偵士にいるはずです。そちらに向かえばいいでしょう。ここまで送っていただきありがとうございました。この善行は獣王に報告をあげ、機会があれば必ず恩を返すと約束します。気にしないで、道中の善行を増やしただけだから。彼女は運気軍は探偵士にいるって言ってたけど、私は船を探してタイに戻ろうと思ってる。あんたたちはどうする？ここまで来て別れるのは忍びないってこと？よし、じゃあ一緒に行こう。それじゃあお嬢さんの好意に甘えさせてもらおうかな。
まだ早いし、どこかへ行く？いらっしゃいましたね。その足音あなた様は今機嫌がいいのではないですか？かかとが地面をする時の音で、私は人の歩き方や歩幅を識別できます。呼吸が体の健康状態を反映しているように、足音は人の力や気持ちを反映しているのです。本題に戻りましょう。あなた様が入手された龍板鉱薬を分析してみました。とりあえずの結論が出ましたので、これを新作府まで届けていただけませんか？結論、結果から言いますと、龍板鉱薬に対応する解毒剤があるとは考えられません。予測できる年月の範囲、つまり当面の間は解毒剤は現れないでしょう。詳しい分析内容は文章にまとめておきましたので、もし興味があれば目を通してみてください。こちらが龍板鉱薬の薬理に関する考察です。作市長様がお急ぎのようであれば、あなた様から渡していただけますでしょうか？他に何かご用でも？新作府は薬理について早く知りたがっているのではありませんか？
いらっしゃい。何か相談したいことでもあるの？こんなに早く結果が出たの？あの端子たち本当に優秀なんだね。端子？ちょっと待って、どうして探偵士の端子長が出張なんかしてるの？彼女は目が見えなくていろいろと大変だから探偵士の同点を離れることは滅多にないって聞いてたのに。彼女が力を貸してくれたからこんなに早くヤクリの分析が終わったんだね。早速報告書を見させて。解毒剤がない？ちっ、あいつら一体どこでこんなに難しい探法を手に入れたの？頭が痛くなってきた。でもこれも一つの手がかりになる。ありがとう。このお礼を受け取って。あれは新作譜からのお礼で、これは私個人からのお礼。ラフの選手のためにいろいろと手伝ってもらったからには作詞長としてお礼をするのは当然のことだもの。奇妙な処方箋に加えて探偵士の動転と連絡が絶たれた原因も不明。何か大変なことが起きてるのかも。来てくださったんですね。ありがとうございます。来てくださったんですね。ありがとうございます。今回長楽店に滞在しているのは同胞の診察や薬の処方をするためでしたが、新作譜からの処方箋の分析依頼を引き受けることになり、少し時間を取られてしまいました。薬を用意したのですが、届けるのが遅れてはいけませんので、すみませんが私の代わりに届けていただけないでしょうか。本来なら同僚たちに届けてもらっていたのですが、今は各地で医者を必要としている状態ですので手が足りなくなってしまいまして、そこであなた様にお願いできないかと。お力を貸していただけませんか？もしあの子が何か困っているようでしたらお戻りの際に教えてください。薬はこちらに。届け先は遊家庭の近くなので、そこまで行けばあの子を見つけることができるでしょう。
丹数に頼まれた届け先はあの子みたい。彼女がここに来たのは同じ盲目の子供に薬を届けるためだったの。の民、何見てんだ。見ていいって誰が言った。お前に関係ないだろ。お前あいつの親戚か。違うだろ。笑わせるぜ。俺らラフ三強相手に正義を振りかざそうなんてな。種族の民バカだな。俺らラフ三強のことも知らないのか。ラフ三強ってのはつまり、めちゃくちゃ強い俺ら三人のことだ。地行使の札も俺らにはお手上げだぜ。呼べるもんなら呼んでみろ。どうせただの脅しだろ。もし捕まったとしてもちょっと怒られるくらいで出られるだろうし。親分やめておこう。殺は怖くないけど親分の親父に知られたら尻叩きの刑だぜ。このバカ、その話はやめろ。でもお前の言うことにも一理ある。この短命詞は見逃してやろう。聞いたか、親分が見逃してやるってよ。ほらさっさと行け。親分はお前を逃がしてやるって言ってんだ。絶対に親父に尻を叩かれるのが怖いからじゃない。わかったか。バカ、その話はやめろって。お姉ちゃん、助けてくれてありがとう。私が悪いの。勝手に外に出たから絡まれちゃった。あの子たち私の目が見えないからっていつもからかってきて、足をかけてきたり私のものを盗んだりするの。お姉ちゃんが来てくれなかったらきっとやられっぱなしだったと思う。あ、丹数様に頼まれてきたんだ。最近はいろいろ大変なことがあったみたいだし、きっと丹数様も忙しいよね。お姉ちゃんありがとう。丹数様にもお礼を伝えてもらえると嬉しいな。一人で行動してる。寂しそう。まあ
私が気にしても仕方ないか。薬は届けたから、タンスーに報告しよう。届けていただけましたか？あの子は子供の頃の私を思い出させる。私もあの子と同じように暗闇の中を模索しながら、いつ来るかもわからない障害や人々の自覚のない悪意と向き合わなければなりませんでした。いじめられたり怪我をしたりすると、探偵師のお医者さんに泣きながら治してとせがんでその繰り返しでしたが、気づけば私自身も同じ道のりを歩んでいました。あの子を守ってくださってありがとうございました。それで、そのもう一つお願いをしてもよろしいでしょうか？あの子に会いに行きたいので、道を案内していただけませんか？あの子が一人ぼっちでいるのが心配で、それにあの子の最近の悩みなども聞きたいですから。あの子のご両親は北条戦争で亡くなりました。引き取ってくれた親戚ともあまり親しくないらしく、あの子を診察するときは私が話し相手になっていたのです。医者の処方箋は人の体を治せるかもしれませんが、孤独や心の傷は一緒にいてあげることでしか癒せないのかもしれません。あの子は落ち込んだ時、構造紙の隅っこに座って、そこから聞こえてくる音に耳を傾けると言っていました。あの子のご両親は構造紙の職人でしたから、そこが心の落ち着く場所なのかもしれませんね。きっとあの子は今もそこにいるでしょう。近頃は物騒ですから、目の見えない子供を一人で歩き回らせるわけにはいきません。これは一体、あの子に何かあったのですか？準備。
丈夫、もう大丈夫ですからね、イサナ。ありがとう、お姉ちゃん。ありがとう、タンス様。このお姉さんがいますから、もう怖がる必要はありませんよ。でも、私のせいでタンス様とお姉ちゃんに迷惑をかけちゃった。ごめんなさい。それだけですか？それでは、これから慣れていかなければなりませんね。これから先、何百年と生きていく中で、私たちのように目が見えない人間は誰かに迷惑をかけることもありますから。この程度のことで申し訳なく感じていたら、これからの長い道のりを進めなくなってしまうでしょ。これは慰めではなく、ただの現実なのです。暗闇の中を一人で歩いていると、突然障害にぶつかることも、他の人が描写する対象が理解できないこともある。全ての人や物を漆黒の炭火が覆っているようで、目に見えない火傷を負うことだって。長命種の場合、そのような生活が千年近くも続くのですから、あの子は人の助けに頼らずに自分自身の力で耐え抜くことを学ばなければなりません。期待を抱くことは悪いことではありません。しかし、誰かがそばで見守り続けることはできないでしょ。その前に、あの子は私と同じように暗闇に耐え抜くことを学ばなければなりません。私、タス様、私、自分の力で生きていけるように頑張る。頼れるのは自分しかないから。はい、その言葉を忘れないでくださいね。ずっとずっと。ここは危険すぎます。さあ、上洛点に戻りましょう。改めまして、助けてくださってありがとうございました。私たちのような転結者は、若い時に辛い目に遭うことは避けられません。苦難を乗り越えて短視聴という地位についた今でも、どうしようもなく悩むことがたくさんあります。だからこそ、さっきあの子にあのような言葉を。あなた様にとってはさぞ耳障りだったことでしょう。ですが、あの子がこれから直面するであろう嵐に比べれば、私の言葉などただの小雨に過ぎません。私は生まれた時に体の特徴が決まります。容姿や心の在り方、そして身長まで。
生まれた瞬間から血肉の遺伝子に永久的に組み込まれているのです。短命種の場合は気功や手術で改善できるような血管も、先週人には手の打ちようがありません。いかなる方法でいかなる気候を埋め込んだとしても、私たちの体は本来の姿に戻ってしまうのです。私も最初は信じられずに義眼を入れてみたことがあるのですが、適除した毛眼が再び生えてきて、死にも勝る苦痛を味わいました。光を取り戻した束の間の思い出は、それ以来かえって私を苦しめる記憶となりました。長命種にとって転結は永遠の苦行であり、避けたくても避けられないものなのです。皮肉だと思いませんか。多くの豊穣の民、いわゆる忌み者にもこのような苦しみは与えられないというのに。ああ、きっと転結は儒家の王が反逆者にかけた呪いなのでしょう。いえ、何でもありません。失礼いたしました。私の旅に付き合ってくださってありがとうございました。兆楽天に対する私の願いもこれで一段落ついたと言えるでしょう。ところで、あなた様に送りたいものがあるのですが、少し準備に時間がかかりそうでして、用意ができましたら改めてご連絡いたしますね。それでは、しばしのお別れです。タンスーは贈り物を用意するのに少し時間がかかるって言ってたし、少し時間ができちゃったな。山陽書士に行って本でも読みながら連絡を待とう。あなた様の足音がとどまっているのは、何か心残りがあるからでしょうか。どうぞ何でもお聞きください。私にわかることでしたら全部お答えしましょう。すべての転結が不治の病というわけではありません。私の気功腕は比較的自由に動かせます。これは埋め込み式の手術を行う必要がなく、皮膚の表面から生体電位信号を受け取って動かすことができるからです。しかし私の目は事情が違います。視神経の発達不全は埋め込み型医療機器を使うことでしか治療できませんが、埋め込み型医療機器は先週人の驚異的な回復力によって排除されてしまう。そしてその過程で死にも勝る苦しみに襲われるのです。似たようなケースは他にも、骨格奇形、軟組織欠如、それから先天性心臓病などがありますね。短命種にとっては人工器官や埋め込み型医療機器で解決できるような病状も、長命種にとっては転結になるのです。簡単な例を挙げると、程度の差こそあれ、ほとんどの先週人は
口腔の疾病や顎下関節の歪みなどに悩まされています。本来先秋人のような生き物は親知らずを早い段階で抜く必要があります。しかし先秋人にはそれができません。先秋人の親知らずは竹のように屈強で、抜いても懲りずに生えてきてしまう。これが天人の船の真相、天結の船とでも言うべきでしょうか。同じく北条の影響を受けている北条の忌み物と先秋人の違いは何かご存知ですか。私は探偵誌で教わった知識をもとにこの問題に対して真剣に向き合ってきました。そして私の中で導き出せた結論は一つだけ。それは特に違いはないということ。唯一の違いは北条がもたらした長命種の本性を受け入れたか、それに背いたかにあります。妖精の子族の体内には北条の民の中で最も残酷と言われる堀人と似た血が流れている。しかし彼らは忌み物ではなく先秋人なのです。つまり忌み物と先秋人の差は生物学的分類の問題ではなく文化の問題だということ。忌み物が先秋に入れば先秋となり、先秋人が忌み物に入れば忌み物となる。ただそれだけなのです。忌み物たちは本性に忠実で、より強い肉体を得るために何のためらいもなく己の血肉を変えてきました。一方先秋ではその手段は言語道断の禁忌とされています。これで忌み物に転結がない理由をご理解いただけましたか。私は一介の探子に過ぎませんので、あまり複雑な因縁については詳しくありません。ただ彼らが北条の民を名乗る先秋人だということは知っています。これは私の推測ですが、彼らは苦難の原因を儒家の運命の道から逸脱したことにあると考えていて、北条の民に復帰することで自らを救おうとしているのかもしれません。あなた様に贈りたいものがあるのですが、少し準備に時間がかかりそうでして、用意ができましたら改めてご連絡いたしますね。それではしばしのお別れです。今の時代に伝統文学を読むなんてありえない。オンライン小説こそ現代文学の究極の形だよ。
今の時代に伝統文学を読むなんてありえない。オンライン小説こそ現代文学の究極の形だよ。お客様だとしても追い出したりはしません。儲からなくても読書人の心を傷つけるわけにはいかないと紫苑先生がおっしゃっていましたから。ただ他のお客様の邪魔にならない場所で読んでくださいね。連絡が来たようですね。お気をつけてお帰りください。次にいらした時は本を買ってくださいね。いました。近頃奔走なさっているあなた様のお役に立てばとあるものをご用意しました。新作府から提供されたものを分析していたらひらめきが降りてきまして、歴史文献を参考に健康長寿薬を調剤してみました。この三雲小露丹と名付けた薬をあなた様に差し上げます。体が軽くなるだけでなく健康増進や長寿の効果が期待できますので、七死人であるあなた様の旅のお役に立つと思います。では私は他の仕事がありますのでここでお別れしましょう。今度お会いするときはあなた様のお姿を見られることを祈っております。気分が悪い。どうにも違和感がある。新作府に行って生族に相談してみよう。
頭が痛くなってきた。タンスーがくれた三雲小炉丹、本当に大丈夫なの？どういうこと？ここは新作府じゃないの？どうして新作府にこんなに魔音の実が？ダメ、あいつらを近づけるわけには。その程度、気をしっかり持たないと。それ、全ては星々の選択。星々よ、開拓者たちに真なる祝福を。槍先に火を、炎の槍を断ち切れ。お願いだから上がらせて。お願い。やった、上がり。気を逃す。助かった、ありがとう。礼儀がなってないわ。考えても。お注射の時間よ。おやすみ。誘ってないけど誰かな。悪い子ね。礼儀がなってないわ。ねえ、どうしたの？あなたたち、彼女を傷つけないよう気をつけて。ねえ、ねえってば、しっかりして。大丈夫？よかった、目が覚めたんだね。一時はどうなることかと思って冷や汗かいちゃった。あなた、新作府に入った途端に武器を振り回し始めたの。あなたが暴走した時の姿は魔音の実に落ちた同胞とまるで同じだった。